大将、今日のおすすめは？寿司屋だと思われてるの？ゆう先輩。出た。俺はもうこの人に負けたんだ。イカスミ。ダイヤモンド寿司ありますか？ダイヤモンド寿司ありますか？イダハル！あの件。動揺。動揺しま、しましたか？ください。動揺しましたか？ください。チビドリルスナ。取りに行こう。え、マジ？マジ？イダハルが来たら、イダハルが本当に来たら俺ダイヤモンドあげるわ。ロマンチックあげるよっつってダイヤモンドあげるわ。イブラヒム商店行くか。じゃあちょっとイブラヒム商店行って経緯を説明して、どうしても必要なので犬を増やす必要があるので強い剣が必要だということを説明しよう。イブ先輩、ダイヤゴミ扱いしてんの？何あの人やば。大富豪かよ。じゃあ何がゴミじゃないんだ、イブさんにとって。粘土。イカスミ？イカスミ集めてる。なるほどね。わかった。男カイラハル。そういうのはちゃんと持ってく男よ。じゃあ、イカ、お前はイブ先輩やの手土産。よしよしよし。お前もじゃ。ほら、1スタックぐらいあればいいかな。イブ先輩またなんか、イブ先輩またなんかすごいもん作ろうとしてんのかな。イカちゃーん、おるね、めっちゃ。事情説明しよう。イカスミを持って、イカスミを持って長尾家にやり返されて、大あの黒曜石で家の周りを囲われる可能性があるのでダイヤが必要ですってよ。正直によ。そうなんだねってなるから。ダブルパンチじゃんそれ。え、長尾くん同期にそんなことする人だったんだ。長尾家はそういうことをするやつだったな、マジみたいな感じになるか。太陽が見たいよ。やばい、これは伝説の。はい、お前階段、お前新サバだから関係ないぞ。あ、そっか、こっちは夜だもんな。そっか、そっか。あ、そっかそっか。いや、バカだと思われても先輩の礼儀は欠かさねえ。それが男ってもんよ。失礼な後輩になるよりはバカな後輩になる方がいいじゃねえかよ。ずっとイブ先輩のことだもん。800スタックぐらい必要としてるはず。スターバーストストリーム、スイッチ。いいなぁ、カイダもアスナと一緒にゲームの中で200年過ごしたいわ。200年も、でも200年も一緒にいたら飽きるのかな。え、どう思う？200年同じ人といたらさすがに飽きるのかな。でも200年か。あ、イカめっちゃいるじゃん。
おいしょ。28個。頑張れ、イダハル。これも同期への復讐のため。伊豆駅周り海だから行った方が早そう。マジ？じゃあ行くか。伊豆先輩さ、なんかめっちゃ強い釣竿持ってないかな。いや、ワンスタック持っていこう、伊豆先輩のところに。え、あれ、長音痴？長音痴あんなだったっけ？え、そうなんだ。マジかよ。復讐のことしか頭になかったから気づかなかった。そうなんだ。あ、ほい。うわー、なに？え、びっくりした。よし、トロッコ。これ後で返せば借りてっても大丈夫かな。大丈夫？じゃ借りて、でど、え、待って、そのなんかイカがいっぱいいるところ、ちょ、ラジコン開始。はい、あれ、カエダハルじゃね。スパチャ読み上げゲーで有名なイラブヒモドッチさんの生配信に初めて来られて嬉しいです。ラジコン。え、あ、イブ先輩だ。何してんだお前、こんなところで。イカスミ渡してきた。イカスミ渡してきた。ありがとう。いい釣り竿を売ってください。いい釣り竿を売ってください。持っていませんよ。持っていませんよ。家にあります。え？ついていけ。待って！待って！ゆ先輩！どっちだ？いや、すっ。ここは誰の家なんだ？あ、犬だ。いや、犬はいるだろ、お前ん家にも。いつはスモールワールドに乗ってるみたいだ。わあ。あれ、こっち側来たことあったっけ？てか、一回ちゃんと観光したいな。いいな、いいな。え、プティさんのオーバーワッチ再現？あ、それなんかちょっと聞いたことあるぞ。帰りにそれだけ見たい。帰りにそれだけ見て。おお、いや、あれなんだ、これ釣り竿持ってないっけ。なんかあった気がするけどね。なんか祭り、夏祭りの時に景品でもらった釣り竿があったと思うんだよ。それをひすいジャッケドさんにあげたんだけど、ひすいジャッケドさんが返してくれたから、それもう俺イダハルにあげよう。うわー、なに、びっくりした。突然生まれたからびっくりしちゃった。え、あれ、え、俺アーマナツの釘パンチはワーを連発でガッツガッツ黒ひつぎ。やるわ。見たこともないブロック使ってんだけど。王の村？これが王の村なの？え、金床じゃんこれ。え、なめちゃが押し寄せてくる。泣いてる場合じゃない。使ってるのこの人。あ、わ。これあげるよ。あげます。いいですよ。炭漁師になってきます。特注品？そうなの？え、イカスミのことはもう気にしないでいいですよ。
神様、仏様、イブラヒム様、違うな、イブラヒム様、必ず長尾に復讐しよう。まあゆっくりしてください。観光して国にしてから国に帰ります。これ返すと すごっ。ここは何、パン屋さん、マジですごっ。え、こんな技術で階段を作るのか。また建築を学んで帰ろう。小野の妹子、なるほど、こういう文化がこの国には根付いているのですね。うむ、これはぜひ我が国にも取り入れたい文化ですね。これは橋、なるほど、関係をつけることによりこうして美しいオブジェクトになるのですね。何でしょうか、これは街灯でしょうか。あ、なるほど、うちの街灯とは天と地の差。なるほど、これをつけた後につけるとおしゃれになるのですね。すごー。え、街灯ってこうやって作るんだ。こうやって作るんだ。あー、なるほどなるほど。こういう尖らせ方があるのかって。あの部分どうなってんの、あの上のうんちの形にする部分。今作ってるのはホテル、どれ、ホテルって夜モードにして。あ、待って、分かった分かった分かった。シェーダーの設定するわ。ゲーム、うわー、いやこれちょっと待って、いい BGM 流したらめっちゃいい感じの PV になるぞ。ここは日本。本日紹介するのは、職人イブラヒムが手に塩を塗って、違う、手に塩をかけて作った一つの村。視線を横にずらすと見えてくるのは、うちの国にはない技術力で作られたとても高い建物。高度の限界に挑戦したそれは、まだ見ぬ技術によって作られ、見に来た人々の心を癒すのです。視線を下へ下げていくと、テラスに赤い花が咲いています。水面には綺麗に反射した建物、ちょっとその角度では見えませんわ。そう、その角度ですわ。綺麗に反射する赤き揺らめきが、あ、イルカ、あ、ちょっと待って、ナレーションに集中しろ。イルカたちもこの立派な建物を祝福してくれているかのようです。え、ってか何あれ、やば。水面から中を覗いてみると、大きくたくましく揃ったイルカたちがこちらに挨拶をしてくれます。魚たちもまるで私たちを歓迎してくれるかのような泳ぎを見せてくれる。癒しのひととき、そう呼ぶのにこれほどふさわしい建物はないのではないでしょうか。奥の方を見てみると、私たちが先ほど足を踏み入れた駅が見えます。避雷針もしっかり装備されていて、雷が落ちた時にも安心です。この街灯の作り方は、遣隋使としてここを訪れたカイラハルにも大きな影響力を与えました。彼の建築が、もうそれはそれはとんでもない技術になるのに、すごく あの技術を提供しました。さらに右へと視線をずらしていくと、これはおそらく先ほどのリスナーの言葉から察するに、新しくできるホテルイブラヒムの
なのではないでしょうか。あ、まだ建築途中のものが少し映ってしまったようです。ここはカットでお願いいたします。てっぺんには金床を使った装飾が用いられており、金床というのは確か鉄のブロックを4つだか5つだか使うとっても大切な貴重なもので、うちではなかなか作れませんわ。といったものを一装飾として使うイブラヒムさんのなんと懐の広いことか。たくさんのランタンで光源が確保されているため、どんなことをしても敵が湧かなくてとても安心ですわ。イカが湧いてしまっていますわ。討伐されますわ、きっと。ゆっくりゆっくりと歩を進めていくと、あ、ちょっと行き過ぎです。それは行き過ぎです。それは。そう、そこで止まってもらって。カメラさん行き過ぎです。滑りがいいですね、結構。ローション塗ってますか？ちょ、やめてください。ちょっと滑り止め、お願いします。わあ、すげえ。なんだ？いい匂い。うわあ、すげえ。良すぎるだろ、そのロケーション。神か。いやいやいや、そのロケーションは神か。すごいすごい。見て回ってるな、イダハルも。いや待って、ここの技術力すごくない？ここの技術力やば。うわー、なるほどな。いや、すげえな、これ何日。でも大して時間かかってないんだろうな、イブさん。あ、見てはいけないものを見てしまったかもしれない。どういうこと、どういうこと。クッパみたいな建物がある。屋根がクッパに見える。裏口から畑に出る。あー、まあ確かにこの位置から見るとクッパに見えなくもない。そういうことか。あ、名物なんだろうな、きっと。なんでこれ、イコリゴ。ちょっとまた今度ちゃんと来よう。でも今日はまだ目的があるからやんなきゃいけないんだ。ふぅー、あばよ。わあ、すごい綺麗。あー、なんかディズニーランドから帰るときみたいな、これ。なんだ。すごい、今度さ、ちゃんと観光しに来ようぜ。いいな、あそこに住みたいよ。めっちゃすごかったわ、マジで。めっちゃすごかったです。ありがとうございました。多分。めっちゃすごかったです、ありがとうございました。多くね、びっくりマーク。マイクラは何なのかわからなくなりました。はい、いらっしゃいました。はい、いらっしゃいませ。